王神天皇、王神天皇、王神天皇、中愛天皇9年12月14日。王神天皇41年2月15日は、第十五代天皇在位。王神天皇元年1月1日同41年2月15日。実在性は定かでない。中愛天皇の第四巫女。母は神宮皇后。異母兄にザカミとおしくま王子がいる。 神宮皇后の三冠聖伐の木とに、筑紫の海、神宮皇后期。海、福岡県か谷郡海町。または、加田、王神天皇期。加田、筑後国追いがだ京、あるいは、筑前国糸郡長野村加田で生まれたとされる。中愛天皇が崩御して10月10日後のことである。原中天皇という異名が示す通り生まれながらの、君主であり、これに抵抗した。 義ボ兄たちが反乱を起こした者の,の神宮、皇后によって鎮圧された。即位まで母の神宮皇后が折衝。神宮皇后摂政三連に大使となった。即位二年、中津姫命を皇后として、大晦日沙在村、民徳天皇らを得た。他にも多くの日や、巫女,女がいた。即位六年、大宮行行。古事記によればこの時、九州や川枝尾名をめとり、 都道地いらつこと八田王女得たという。在位中には、様々な虎来人の来庁があった。漢人には池を作らせた他へぞや解人を平定して、三階の部民を定めた。名のある虎来人には、ゆずき君、あっちきき、王仁し、あちおみといった人物がおり、ゆずき君は、はたしの祖である。古事記によると、和に吉地し、王仁しによって論語と戦字文、すなわち儒教と漢字が伝わったという。 また、即位三十七年、あちおとこのとかおは法制の助行を求めるためくれ、当身あるいは、僧に派遣されたという。即位四十年、大晦イソ村と、大山守海子に、相談の上で、都道地らず子を立りし、即位四十一年に百十一歳で崩御。古事記では百三十歳、後五年九月九日に放じたとされる。寒風死亡である。 王人天皇は、代々の天皇と、同様、奈良時代に、大民の御船によって先進された。日本書紀によれば母皇折衝、神宮皇后が崩御した翌年に即位。即位2年3月、中津姫命を立候。ここに大、王晦佐財村、民徳天皇らがいる。また、皇后の姉の高城入姫命との間には、大山守美子らを得た。日本書紀によると、 即位三年十月に、絵図をもって、馬屋坂道作らしむ。即位五年八月に、諸国に礼して、解任を呼び、山りを定む。即位七年九月に、高来人、九だ人、美真な人、白木人、並並,並びに来朝。まうけり。次に、竹内すくねに命して、即位十一年十月に、県地、慶地、枯れの池、ししがき池、しかきの池。 馬屋坂池、馬屋坂の池を作るとある。県池は奈良県柏原市石川町の石川池という。古事記にも同様の記事が見え、この御世に天部、山部、山森部、伊勢部を定めた、真引き。また、剣の池を作りきまた、白木人参渡し、舞渡り来た。ここを持ちて、縦打ちすくね命比率で、包み池に、薬地て、くだらち。 くだらの池を作りきとある。即位六年二月、大御国に行行し、途中の都道や、宇治で歌を詠んだという。古事記によると、都道やから北上して、小畑村に至った天皇は、道端で、美しい少女と出会った。何者か問うと少女は、和ユハズピップレーノーイ、フミ、ワニの日降りの海の娘の九州屋側枝め、宮主やか、愛媛と名乗った。天皇は、 翌日の帰り道に必ず少女の家に寄ると約束し、少女も父に事情を報告した。翌日、天皇は酒を注ぎながら長い歌を読み、九首や河枝田美名をめとった。こうして生まれたのが皇太子となる、都道地いらつこと、イボアニの皇后となる、八田王女である。即位19年10月、吉野へ行行。く人は、白河市で横薄を作って、大井越をかした。 その大井越を建てつるとき、口鼓を打って、演じ歌を詠んだ。吉野は、山深い土地であり、日本書紀が書かれた奈良時代初頭でも、吉野の人々が来庁することは稀であった。しかし時折、名産品を献上するときがあり、国主らは、その際にこの歌を詠んだという。即位22年春3月5日、南馬の大隅宮に行行十四日。 高台に上り遠望した。その時、火の兄美え愛媛が、西の方を望んで嘆いた。なぜ嘆いているのかを問うと、故郷の父母が恋しいからだと兄姫は、答えた。兄姫は、厳しいの娘であり、故郷の方角を見て、暴郷の念に駆られたのだった。そこで兄姫の里帰りの希望を許し、淡路のお腹の会人八十人を水手として集めた。そして4月に、 大津からキビに向かう、兄姫を見送って、歌を詠んだ。秋になって天皇は、キビへ行行することにした。9月6日に、淡路で狩りをし、小豆島を経て10月10日に、キビの派手な死守宮に至った。その時兄姫の兄の三友和家が出迎えて、一族総出で食事を立て祀った。天皇は、三友和家の近郊、かしこまりを喜び、その子孫たちに、 キビ国を裂いて封じることにした。彼らが、キビウエ、道の海、下道の海祖などの祖となった。また、ハトリベが、兄メに与えられた。古事記では対応する伝承が、王神記ではなく、忍徳記にあり、兄メは黒日売りという名で登場する。三友わけにあたる人物は登場せず、黒日売りは自ら大御飯、おおみ家を献上する。即位九年四月。 竹内宿根を百姓の観察に筑死へ使わした際、その弟の甘美内宿根が兄を敗そうとして天皇に残言した。それは竹内宿根が筑死と三冠を率いて天下を奪おうとしているというものだ。竹内宿根は神宮皇后の白木主兵や天皇の即位に尽力した行進である。しかし天皇は甘美内宿根を疑わず竹内宿根を 中殺するため使いを出した。驚きなゲータ、竹内スクネだったが、陳猫、一木地下祖というものが自ら進み出て、身代わりとなって死んだ。竹内スクネは一人悲しみながらも、南海を通って帰国し天皇の前で完美ないスクネと、抗弁して争そ判断がつかなかった天皇は、四季川のほとりに出て、区形で二人を戦わせることにした。竹内スクネが勝ち、 破れた甘美内クネは兄に殺されそうになった。命だけは天皇の直によって救われたが、その身は北田志らの祖に霊族民として授けられたという。即位十四年、柚木君、くたしの先祖がくだらから来朝して、宮城を上層し援軍を求めた。柚木君は百二十県の民を率いての帰化を希望していたが、白木の妨害によって叶わず、その民は、 さらに止まっていた。そこで、葛城卒飛行を派遣したが3年経っても、ゆず君の民を連れて帰還することはなかった。そこで、即位16年8月、白木の妨害を防いで、ゆず君の民の捕らえさせるため開きとすくねと、まと、戸田すくねが率いる精鋭が派遣され、白木国境に軍を展開した。白木への牽制は功を奏し、無事に、ゆず君の民が捕らえした。 即位十五年八月くだらの赤王阿信王が両馬二頭を阿ちきにつけて献上したこの阿ちききはあちき道文の祖であり経典が読めたので都道地イラツの師となった天皇はさらに優れた人物を望み阿ちきから推薦された輪を即位十六年二月に呼び寄せた輪には職尾文の帯との祖である古事記にも同様の記事が見えるが クダラの王は寺子王、金将皇をとされ、アチキチし、アチキキは、ボバと貧馬を献上し、アチキフミらの祖となったとある。また天皇が、もし賢人式人あらば水木登れと仰せになったので、命を受けて水木登れる人、名は、和ニキ士。すなわち、論語十巻、千字文一巻、合わせて十一巻をこの人につけてすなわち更新力。このワジキチ士は、文句微等の祖。 また、手人観北へ、手人から、かぬめ名は、たくそまた、クレハトリの最初二人を、三木のぼりきとある。この論語と戦時門の更新がそれぞれ儒教と漢字の伝来とされている。即位二十年九月、和の官直の祖あちの海、そのことかおみ、並びに、斧が通り十七県を率いてとらい。即位三十七年、あちをみと、とかおみは、法政助校絹縫い。 おみなを求めるためクれへ検査れ、和王さんの兆候にも否定される。またこれらは、神宮皇后期における、儀式と現存しない、進む気拠中の引用を除けば、日本書記における、中国関連最初の記事である。即位31年、向水門に停泊していた、白木の死者の失火により多くの船が失われてしまった。これらは、即位5年10月に、 伊豆国へ命じて作らせた長さ10畳の枯れ野という船が老朽化したため、その代わりとして建造されたものだった。枯れ野とは、船が軽く早く進む様子から名付けられたというが、それなら、京野と呼ぶはずであり、広大に生まったのではないかと、日本初期では推察されいる。老朽化した枯れ野は塩を作るための焚き木にされ、塩は諸国に配られ、それを資金源として作られた。 新たな五百艘の船が、向こ水門に集っていたというわけである。白行は船を燃やしてしまった謝罪として、技術者を献上した。技術者たちは、稲部の祖先とされる。焼け残りの材木はことにされ、その音が、遠くまでよく音が聞こえたので天皇は歌を読だ。古事記では対応する伝承が、王神記ではなく、忍徳記にあり、河内の都寸川にあった大木を、 枯れのにしたと書かれている。この木の影は朝には淡路島を、夕方には高安山を隠すほど巨大で、船になってからは淡路島の幹線、清水を飲料水として運ぶ役目を担ったという。そして、この船、破れ替えで、落ちて塩を焼き、その焼け残れる木を取りてことを作るに、その音、ななりに響ききとある。新たな造船と続く湿火については、記載がない。 晩年の即位四十年一月八日、天皇は、大山守る命と、大溝サザエミコトを呼び寄せ、お前たち、子供は、愛おしいか、と尋ねた。二人が肯定すると次に、年長と年少では、どちらが、より愛おしいか、と尋ねた。大山守る命が年長だと答えると天皇は、不機嫌になった。そこで大溝サザエミコトが空気を読んで、年長は多く、 年月を経て、すでに成熟しており心配ありません。しかし年少は、未だ未熟であり、大変心配で愛おしいものですと答えた。天皇は、その通りだと大変喜んだ。天皇はかねてから、年少の都道地いらつ子を立大使しようと思っていたので、年長の二王子の気持ちも知りたいと思いこの問いを、したのだった。二十四日、天皇は、都道地いらつ子を皇太子とし、 大晦イソンは大使の補佐役として国事を仕切らせ、大山守る命には山川林也を任せた。大山守る命はこれを不服に思い翌年に天皇が崩御すると反乱を起こすこととなる。また、都道地伊達子は即位を拒否し、大晦イソンとの譲り合いの末に自決した。結局、定位を継いだのは大晦ザイミ子とだった仁徳天皇。 王神天皇は後に断系断絶した仁徳天皇皇統と現在まで続く慶態天皇皇統の共通の断系祖先である。そのため後世に皇祖神として建て祀られることになった。早くから神仏集合がなり八万大菩薩と称され、神社内に神宮寺が作られ各地の八万宮に祀られた。 平安時代後期以降は、聖和源氏や館竹平氏など神別氏族の武家が武功を立てる際に、氏神として大いに真意を発揮したことで武神、弓矢八幡として、数形を集めた。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。 日本書紀では即位後の戦闘記事がなく、神宮皇后のいわれ若狭宮、奈良県桜井市池の内をそのまま使っていったことになる。暗宮としては、南馬大隅宮、何羽の大隅宮。現在の大阪市東淀川区大隅、一説に、同市中央区がある。皇御師たちは、大隅宮とも民宮と申される。古事記では、軽島の民宮を皇居としている。現在は、 王神天皇の皇居として、カルシマトヨアケグー、カルシマノトヨアキラノミア、現在の奈良県柏原市大定町が否定されている。三サの名は、江賀も、福見影寮、江賀も伏せ、岡寮、江賀のも不死の岡のミササギ。宮内町により、大阪府羽引野市本田六丁目にある遺跡名、本田五秒三古墳に事情されている。墳九町、 約420メートルの前方公園墳である。区内頂上の形式は、前方公園。日本書紀には、両名の記載はないが、有略記に、よもぎ級、一尾この丘の本田領とある。古事記には、五領は、川内の恵みが、江賀の、もふし丘にありとある。演技式書領領には、江賀も、福見影三領として、長域東西五町南北五町。 両子に煙、主子三煙と見える。ホンダ五病三古墳は、大仙領古墳、忍徳天皇陵に次ぐ、第二位の規模五世紀発造英と言われる、大前方公園墳である。ただし、考古学の絶対年代は、よほど強力な資料などが出ない限り、常に不動的であることに注意する必要がある。2011年区内庁により、考古学者らの立ち入り調査が認められた。 上記とは別に、大阪府堺市北区津本町にある遺跡名、五平三古墳が宮内庁によりモ津両母参考地として、事情されており、王人天皇が、悲壮候補者に想定されている。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の礼が祀られている。資料は、突起のない限り、日本書紀による、 王神天皇こと、本田脇の村の誕生は神秘に彩られている。出生前の中愛天皇八年、母の沖永たらし姫の神宮皇后は、畜鹿市宮で神託を行い、海を渡り、金銀財宝のある白木を攻めるべしという託戦を受け、父三角はこれに背いたため天神地義は、皇后のお腹の中にいた巫女に三冠を与えることにした。まもなく父三は崩御し、 高校は託船を現実のものとするため白木遠征を行い成功させた。高校は遠征と出産が重ならぬ、洋月のべ石や鎮海石と呼ばれる石をお腹に当てて出産を遅らせた。父三角が放御してちょうど十月十日後に畜死で誕生した御子は本田明の孫、本村、明の御子と名付けられた。その腕の肉が弓具のともホのように盛り上がっていたことに由来し、 ホムタの音に、本田の字を当てたものだという。母の神宮皇后の体内にあった時から行位につく、宿命にあったので、原中天皇とも称された。本田分けの尊を君主と認めない、イボ兄の坂王、押熊王の作望は、皇后と竹内スクネラに平定され、皇太后となった母の摂政の元本田分けの尊は3歳、計算上は4歳で、大使となった。 神宮皇后折衝13年2月8日、14歳の、本田明ーの村は、竹内すくねに連れられみそぎのため角の家、鶴敦賀の家被大臣に参詣した。角の家は、七三角が、家被宮を設け母木崎が熊須聖伐と、白木遠征へ出発した地であり、大使の角の家か参拝によって一連の出生が、終わったと、解釈できる。この時大使の本田明の村と大庭の巨来差別村、 いざ沢家の御事が互いの名を交換したという説話がある。初期は文中に一伝として、本田ダけの村の元の名は、巨来社別村といい貴妃神宮の貴妃大臣と名前を交換して、本田別村の名を得たのであろうが、他に所見なく未詳としている。古事記でも同様の説話があるが、さらにその続きとして、魚、名と名の交換の説話がある。名の交換とは、 これの御伝とする説が有力である。詳しくは、貴飛神宮参照。十七日、大使が、角地下から戻ると母校は、大戸の殿を開き、祝いの酒を飲み交わして、歌を詠んだ。これに対し、竹内すくねが、大使に代わって、変化をした。本田別名、王神天皇が、崩御して、久しい金明天皇三十二年、七十一年、その神霊が、 武ゼ国宇佐に初めて示せ表したと伝わる。これが、八幡神である。本田別名を主神として、母の神宮皇后、姫神を合わせて、八幡三神として祀られてもいる。なお本来の八幡神は、武ゼ国宇佐で信仰されていた土着神で由来は、本田別名と無関係である。集合が始まったのは、奈良時代後期から平安時代初期とされる。武ゼ国風土記一文では、 白木由来の神とも示唆されている。学術的に確定しているわけではないが、四世紀後半から五世紀、初頭に実在した可能性が高いと見られている。井上光貞は、巨名に装飾性がなく、皇術、危機に記された辞跡が、具体的で、なおかつ千の師匠の記述に符合する部分も伺える、ことから、確実に実在を確かめられる、最初の天皇としている。また、 中国の司書との相対比較から、僧女や、両書に見える和の語王の、三二比定まる説もある。他に、仁徳天皇や十七代、李中天皇を否定する説もあり。一方で、岡田秀弘は、王神天皇の五世孫として即位した、越前国出身の二十六代、慶大天皇の祖先神であるとして、その実在性を否定する。危機において、 次三角の人徳天皇の情と記述の重複、混乱が見られることから、両者を同一人物と考える説もある。死後である、本田明の、ホムダ家は、生前に使われた実名だったとする説がある。王神天皇から二十六代、慶太天皇にかけての名は概して素朴なもので、装飾性が少なく、二十一代有略天皇の若竹、 我が竹ルのように明らかに生前の実名と証明されたものもある。しかし確実性を増してからの初期の記述によれば、和風死亡を追合するようになったのは六世紀の範囲以降と見られる。二十二代、青年天皇の白鹿竹広国推し和歌山と猫、白鹿竹広国推七日本猫、日本初期によるのように明らかな死亡も見られるが、これはむしろ、聖年天皇が後に、 高等の列に加えられた架空の天皇である可能性を案に物語っている。ただし、聖霊天皇の和風志号は、白髪という実名をもとにしたものであるため実在した可能性が高いする説もある。日本初期には、紀ビ人の祖として、三友モ三友ミの名が、古事記には、大ーの安国像の祖先として、イフタムワキ、オホタムワの名が見えるが、これらの豪族の名の構成は、 本田明野のと全く同じである。これらのことから、わけ、別、和気、和気などと表記の章を有する名は四世紀から五世紀にかけて皇族、地方皇族の区別なく存在し、ごく普遍的に用いられた名であることがわかる。事実、十二代慶向、十七代理中、十八代半税の各天皇の名にも、わけが含まれており、実名をもとにした和風志号である。 可能性が高い。なお、この、和けの、五義並びに由来については、諸説あって明らかにしがたい。古事記では、慶光天皇が設置した、地方官の官職名であり、皇族から分かれて、諸地方に分布された豪族の章とているが、これは、関連的説明であろう。生としての、和けの項も参照。父は十四代、中愛天皇で、母は、神宮皇后とされるが、 遺説も多い。その理由は記述の通り王人の出生に謎が多いことによる。中愛以外の父として、銭、皇后、大宮と、三蛇有とある住吉三神や、神宮皇后に近似していた、竹内すくねとする説もある。安本美天は王人を、神宮皇后と、竹内すくねとの愛の子であり、本来の後継者であった坂見子と押熊王子を押し、しけて皇位についたとし、 竹内スクネが王人の父であると考えればその光栄である、カツラの死と蘇ガ氏の後期もうまく説明できるとしている。なお竹内スクネも皇族であることから、この場合でも王朝交代とは言えない。年代に関して、日本初期では王人天皇三年上にくだらの人使王が死去したことが記述されているが、三国式くだら本義の人使王が死去したと記述されている都市は、 西暦392年である。また、日本書紀では、王神天皇八年上に、九だらき、九だら三所の一つには、赤王、悪英王、赤王が王子自家史を使わしたとある。と記述されているが、三国式、九だら本里において、赤王、アシ王、赤オル王と、記載が大使天使を使わしたと記述されている年は、西暦397年である。また、 日本書紀では、王人天皇十六年上に、くだらの赤王が死去したことが記述されているが、三国式、くだら本義において、赤王、阿シ王、赤オル王と、記載が死去したと記述されている年は、西暦四百五年である。また、日本書紀では、王人天皇二十五年上に、自家子王が死去したことが記述されているが、三国式、くだら本義において、 天使王が死したと記述されている年は、西暦420年である。日本書期では、王神天皇39年上に、自家使王が妹の新生とびめと七人の女性を使わしたとも、あり、明白に矛盾する記述となっている。王神天皇をそれ以前の皇統とは、無関係な人物と考え、新たに起こった、新王朝の創始者とする説がある。 この王人から始まる王朝は、河内に、宮や領を多く築いていることから、河内王朝、また、和家の名がついた天皇が多いことから、和家王朝などと歴史学上呼称される、詳細は、王朝交代説の項目を参照。こうした説が唱えられる理由として、出生にまつわる謎がある。父母は14代、中愛天皇とその皇后である、神宮皇后であるが、皇術、 この両者はどちらも実在が疑われることが多い。また伝承の公認もある通り出生時の状況も不自然であり、母である神宮皇后が身をもでありながら朝鮮に赴き出産を遅らせて三冠性抜を指揮し九州に帰国した際に生まれたとされている。公海道日などの国外資料からも実証できるように四世紀末に和国が朝鮮半島に侵攻をかけて、 くだらと白木を服属させたことは歴史的事実ではあるが、危機における三冠性罰の記述は神話的ではそのまま信用することはできない。さらに父が死んだ後に生まれた子であり、初期によればその出生日が父の死からちょうど10月10日であることも信頼を疑わせる根拠となっている。井上光貞は危機に王人が九州の生まれで、 イボ兄弟のザカミコとオシクマ王子たちと戦って、機内に入ったという記述があることから、王人は本来山和王権に仕えていた、九州の豪族であり、朝鮮出兵を指揮する中で次第に、中央政権をしのぐ力をつけて、行為を散奪し、十二代、慶公天皇の彦である、中津姫命をめとることによって、入り婿のような形で王朝を継いだのではないかと、推測している。 中愛天皇と先帝の十三代聖武天皇は、その和風志望が著しく作為的、志望というより、抽象名詞に近いであり、その辞責が甚ははだ神話的であることから実在性を疑問視されることが多く、井上は、この二帝は、王人の皇統と十大主人天皇から、慶光天皇までの皇統を接続するために後世になって創作された存在と考察している。 また直樹き次郎は、それまで、大和地方に拠点を置いていた大和王権が、王人の代より、河内地方に拠点を移していることから、河内の豪族だった王人が新たな王朝を創し、したと推測している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。